どうもショッピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。僕は2015年の4月に断捨離っていうものをやりました。その時に部屋の中の8割のものをポーンって手放したわけなんですけども、その中にはそれまで趣味だったものも入ってました。なので断捨離した直後っていうのはその趣味のものも全部手放してしまったので、趣味をしなくなったんですね。そこからあれ本当に好きだったっけなって思って、でその趣味が趣味じゃなくなっちゃったっていう、まあ、何が趣味だったかのもうよく覚えてないんですけどもそう趣味もなくなっちゃったんです。でそこから今は趣味があるんです。でなんで趣味ができてるようになったのかなって言ったら、毎日あることをしていたからなので、それを今回シェアしていこうと思います。なので今回はその趣味がないんです、でも何かその好きなことを見つけたいですっていうふうに思っている人にとってはすごく参考になると思いますので、最後まで見ていただけたら嬉しいです。はい。であと今回僕もですね、まあ、この動画も一発撮りチャレンジということでやっていまして、今どれぐらいだっけ、もう20テイク以上はしてると思うので、だいぶもう今回も噛み倒すと思うんですけども、でも最後まで頑張りたいと思います。はい。で、ではそもそも趣味って何かっていうその言葉の定義なんですけども、まあ、趣味とは以下の3つの意味を持つとはウィキペディアさんが言っています。で、1つ目はなんだ、人間が自由時間に好んで習慣的に繰り返し行う行為だったり、その事柄やその対象のことと、物の持つ味わい趣を指し、それを鑑賞しうる能力を指すと、うんぬんかんぬんというふうに書いてあります。はい。ちょっと難しくて僕は言葉の定義わかんないですけども、まあ、要するにその趣味があることによって気分転換になるし、その趣味に打ち込む時間があるとその人生楽しいっていうことだと思うんです。で僕の周りにはやっぱ趣味がないくてすごく探してるっていう人すごく多かったです。はい。であとその趣味がない人の特徴とかっていうのがネットにはあったんですけども、ちょっとカンペを見させてもらいます。趣味の見つけ方がそもそもわからないっていう人は趣味がないですし、毎日つまらないのは趣味がないからだっていうふうに思っている人、あとは趣味を探す時間がないっていう人もいると思います。で僕自身もやっぱその会社員になって、その仕事の時間がすごく忙しくなって趣味に使う時間がないという場合は趣味がなくなっていきましたね。はい。で、あと趣味がなくても充実しているっていう人もいると思います。もう今やっている仕事が楽しいからっていう人もいると思いますし、そう、あとは趣味なんてくだらないっていう、まあこれ僕たちの親の世代の人からちょっと聞いた話なんですけども、そう、趣味なんて無意味だみたいないう人もいましたんで、まあそういった意味から趣味がないっていう人いると思います。そう、じゃあどうやってその趣味を探していくのかっていうことなんですけども、僕自身はその趣味がなくなってというか断捨離をした後っていうのはあることをひたすらやってたんです。でそれ何かって言ったらこのメントレなんです。でメントレって何かっていうと、紙にペンでひたすら頭の中にあるものを書き殴っていくっていうことなんです。でこれをやっていました、僕は。もうなので断捨離した直後はもう趣味がメントレみたいな、メントレが趣味ですっていうのとまあ同じだったんですけど、その時に毎日毎日あることを書いてたんです。でそれ何かっていうと、今気になってるもの、気になってること、触ってみたいものっていうか、ゲットしてみたいもの、行ってみたい場所、会ってみたい人みたいな、そういう、まあ、毎日そのテーマで書いてったかっていうわけではないんですけども、なんか今気になってることだったり、好きなことだったり、行ってみたい場所だったり、その妄想ですよね、なんかこうなったらいいなみたいな、その将来の妄想みたいなものをひたすらひたすら書いてたんです。まあ、これをある人はその欲望ノートって書いたりする人もいるんですけども、そんな感じでそのこうなったらいいなとか、これゲットできたら楽しいだろうなみたいなものをひたすらひたすら毎日毎日書いてました。でもちろんその中で今すぐにできないことはありました。例えば今すぐウユニ塩湖に行きたいなってやってできるわけではないですし、そう、でもそういうふうにこのなんか欲望を書いたとして、その中で今すぐにできるものは何かなって考えたものは全部実行に移していきました。そう。なので、それをひたすら繰り返していったら、
今それが趣味になってたっていうことなんです。どういうことかもうちょっと詳しくシェアするとですね、例えば僕の場合は、ことの発端は大学生の時に、ラクロス部っていうスポーツをやっていまして、で、僕そのチームの中でもその怪我しまくりですごい弱かったんです。なのでそういうだから先輩からですね、その試合の間その怪我してるお前ショッピンはもうカメラマンやれと、選手を写してもう撮れと、撮ってそのホームページに載せたりブログにアップするから写真撮れって言われたんです。で、あ、分かりましたって言ってその選手たちをカシャカシャって写真撮ってました。で、そしたらですね、なんかその先輩から借りたカメラが僕はすごいかっこいいなって思うようになって、だんだんその選手じゃなくていろんな風景だったり物だったりをパシャパシャ撮り始めたんです。そうで、先輩からいやお前これ無駄だから消せよって言われたわけなんですけど、なんかだんだん撮ることが楽しくなってったんですね。で、社会人になって仕事が忙しくなってその写真を撮ることも忘れてですね、でミニマリストになって本当それこそスマホ1台で撮れればいいじゃんっていう風にやってました。そうでもこうやってノートで写真こういうの撮りたいとかなんか気になるなって思ってたらですね、だんだんその瀬戸康史さんっていう方のそのガジェット動画を見るようになったんです。そう、あの方のガジェットすごい面白いですし、そうカメラすごいいっぱい買ってるので面白いなっていうふうに見てました。そうで、そこからですね、だんだんそのなんでしょう、この紙に書くことの中で自分もやっぱ撮ってみたいなっていう、やっぱこういういいカメラで撮ってみたいなっていうふうに思うようになって、でそこから G7X っていうものを買ったんです。で撮りながら、じゃあ次はそれをじゃあ撮って自分で自己満で楽しむだけじゃなくてそれをシェアしたいなということで、このチャンネルの1個前に、あるものを我慢するっていうチャンネルをですね立ち上げたんですよ。でそこでシェアしていきながら登録者数は251人ぐらい行きました。そうではそれ1回ちょっとある事情で恥ずかしすぎて潰したんですけども、そうっていう感じになりました。でまたそこからもひたすらこう欲望リストみたいなのも書いてたんですけど、そしたらなんか徐々にただ撮ってでシェアするだけじゃなくてもっといい絵を届けたいだったり、もっといろんな絵そのいろんな背景でお届けしたいなっていう気持ちになってきたので、じゃあ外に行って撮影しようだったり、だから旅行行った時にその綺麗なスキル空間を撮影しようとか、そういったことにどんどんなっていったんです。そうで今のチャンネルがあると思ってます。なので僕にとってはこの YouTube っていうのは趣味です。はい、いろんな何でしょう、いろんなスキル空間をお届けしたりとか、いろんなものっていうかその見てくれる人が気持ちが軽くなるような絵をお届けしたいなと、この絵がこの絵を見てくれて軽くなってくれるかって言ったら別にそうではないと思うんですけども、そうただやっぱこういうもっといい例えば背景をぼかして撮りたいなだったり、なんかすごい軽く、そのいろんなところに行きながらいい絵を届け撮りたいなっていうのは常にやっぱ思ってるんです。そうなので、こうやってノートに欲望リストとして今日気になることを行ってみたい場所とか、触ってみたいものをゲットしてみたいもの会ってみたい人っていうのをひたすら書くと、書いてそれを一つ一つできることからやっていくといつかそれがもう本当熱中できる趣味になってるっていうふうに僕の経験から思うわけです。で最近ですね、僕はこのノートに書いている中でやたら出てくる単語っていうのがあるんです。でそれがソニーの1635の GM っていう言葉なんですけど、これカメラのレンズなんですね。はい、もうこのレンズを使って撮ってみたいっていうのが、ここ半年ぐらいずっと毎日毎日書いちゃってるので、もういい加減ゲットしてもいいんじゃないかなっていうふうに思ってるわけなんですけども、ただめちゃくちゃ高いので、そうまだこういろいろそこはそこで吟味を知るっていう感じですね。でもそんな感じで今すぐにできなくてはいいですけども、気になってることっていうのはやっぱメントルしてると毎回出てくるんですよ、気になってるものとして。でそれが本当に気になってるものではない場合はいつかそのメントルを続けていくとヒュッて消えるんです、その単語は出なくなります。でも気になっているものだったり本当に好きなものだったりっていうものに関してはやっぱ何回メントルしてもその単語は出てくるので、それはもう本当にやった方がいいんだ、実行に移した方がいいんだっていうふうに思います。
そんな感じでこの動画を見てる人は、なんでしょう、すぐに趣味、あ、これが趣味です、パン、はい、悟りましたっていうことでは、それは無理だと思うんですけど、ただ小さいこと、気になることから始めていくと、それがいずれ大きい趣味になってるかな、熱中できる本当の趣味になってるかなっていうふうに思いますので、ぜひ今回のその毎日紙に気になることとか好きなことだったりっていうのを書いてみる、欲望リストを書いてみるっていうことをやってみたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ということで、まあ、今回ちょっと話が前後したりしてちょっと聞きにくかったと思うんですけども、まあ、ちょっとでも面白かったです、参考になりましたと感じていただけた場合は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。